の事務所のグループラインで、西村が明日事務所に行きますってマネージャーさんが投げてたけど、明後日じゃないっていう、ちょっとすいません今グループラインを見ながらちょっとすいません、なんでもないです。皆様お元気ですか？今日は私はずっと生誕祭の投資の方のメッセージカードを書いてました。4日間ぐらいに分けて書いてて、今日一応書き終わって、まあまだもしかしたら投資の方が増えるかもしれないのでって感じなんですけれども、これ今日までに申し込んでくれた方の分は書けました。そうアクスタが結構なんか意外とね、遮断機がすごい皆さんの中で印象に残ってくれたみたいで、いつか遮断機のグッズ出したいなって思ってて、今回はなんと遮断機のグッズを出しますそうなの、なんかそういうします。ぜひ皆さん遮断機ぜひご購入してみてください。本当はね T シャツとか考えたんだけど、実はレン内に新潟で一度イベントをね、まだ確定じゃないんだけど、まあほぼほぼするんですよ。まだ細かい日程とか決まってないんですけど、今再調整中という感じなんだけど、だからその時にねまた T シャツとかは出したいなって思ってて、今回はアクスタにしました。あんま時間もなくて、あと何よりなんかやっぱ来てくれることが嬉しいので、グッズはまあいいかなって思ったのっていうのもあるし、みんないつも私にいっぱいお金使ってくれてるから大感謝本当に大感謝だから、今回はグッズはそこまで出さないので、皆さんお財布温めといてくださいみんな優しいからグッズ作ったら買っちゃうから、ちょっと温めといてお財布を。本当はなんかもっと作っちゃうかなと思ったけど、みんないっぱい買ってくれちゃうからさ、みんな普段私にいっぱいお金使ってくれてるから、あんま作んなかったので、お財布温めといてください。本当に大事に大事に、でまた別の時にね使ってくれたら嬉しいなと思いまして、最近でも今日はまた生誕祭の打ち合わせが1個あって、そう握手会は1人1枚までなんですけれども、時間が結構話せるので、あ何秒か決めたけどまだ最終調整中だから、また決まればすぐ言います。でも忘れちゃった、NGT の時って握手会1枚何秒だっけ、多分10秒もなかった気がするんですよ。だからそれを考えたら割と1回でお得な秒数にしたいなって思っているので、でもちょっとねまだ細かい秒数は再調整中なので、またちょっとここで嘘は言えないのであれですけれども、また決まればお知らせいたします。もうちょっとですね、生誕さ1000円10秒、あそっかそう短いね、でも仕方ないね。こんばんは、こんにちは。最近何してたんだろう私、あ血圧測った、はは最近の私はいつも行ってる病院で初めて血圧を測りましたっていう私のしょうもなエピソード。私の血圧知りたい無理、血圧発表するタレントやだ推しの血圧お揃い界隈にしてくれます、じゃあ。私が今
じゃあ血圧お揃い界隈を目指して、なんかこれ何、最高最低ってあるじゃないですか。最高が114です、私で、最低が58です。114-58でした。ちょっと多分低めですごめんなさいはでも血圧低いのに朝は平気です。もしかしたら低いかもしれない。だからお揃いにできる方はぜひもし血圧お揃い会話、もうあらこと血圧までお揃いにしたいっていう方がいらっしゃいましたら、 こちらで一緒にお揃いにしてくれたらすごいいいなって思います。あ脈拍は74でした。なのでぜひこの血圧と脈拍、脈の数、もしなんかあナナコと一緒にしたいなって方がいたらぜひなんか、はい、一緒にしてくれたら嬉しいですでもこれさ、私さ何も言われなかったの、病院の人に。まあ私は勝手に測っただけで、病院でなんか測れるやつあるじゃないですか、自由に測れるみたいなやつ。だから測っただけで、でも多分高くはないと思ってもね、昔よりは多分高くなったと思うんだよね。血圧私結構低くて、でもファンの方に言われたんだけど、高血圧の人はお薬とかで低血、血圧を低くすることはできるけど、低血圧の人が高くする薬ってないんですって、処方の仕方が。だから低血圧の方が大変説っていうのを、なんか私はファンの方から、健康に詳しいファンの方から聞いたことがあっても、確かにと思って。血圧を下げる薬はあるけど上げる薬ってないですもんね。難しい。こんにちは。髪がすごい明るいですね。髪の毛でも多分来週再来週ぐらいには戻しちゃうんで、皆さんも今のうちに見といて、私のこの明るい髪の毛今のうちに見といて。今日はしかも新しいワンピースも買っちゃった。このワンピースね、ずっと欲しいなって思ってて、ダズリンっていうところのブランドのワンピースなんだけど、これがね定価8000円とかだったの。だからなんか買うの渋ってたの。いやそれぐらい買えよって感じなんだけど、渋ってて、そしたらこの間通販見たら3800円で売って、買う買うって思ってそうなの、夏服って8月入ったら安くなるんですよそうなんです。私はそれを見計らってたの、どうせ安くなるからって思って。そうなの。だからちょっとだけ、だからだいぶお得で買いました。私は髪色めっちゃありがとう、結構派手。日曜日は戻ってない、さすがに。日曜日はこのままでいきます。こんにちは。ななこと健康の権利オタク、健康オタクの人もいて、意外と筋肉オタクの人もね2人ぐらいいるそうなの。皆さん結構いろんな界隈を兼任されている方が多くて、そうなんですよ。軍団オタク、そういえば今回の生誕祭なんだけど、一部と二部それぞれ私がグッズとかじゃなくて私からのプレゼントがあるんですよ。そう、皆さんに一人一人に。それは一部は、まあ、舞台に関する、うららに関するもの、そして二部は軍団に関するものがあるんですよ。でそれを私が作ったんですよ。そう、自腹で
自腹でこれは何もスタッフの勝手に私がやってるだけなんで、スタッフさんには、まあ、作るよとは言って別にそうグッズとかじゃないで自分で作ったんですけど、結構軍団の人は喜んでくれると思う私がちゃんと業者の方と電話して作ったんだなって思ってくれると思います。でお父さんにねいち早くそれを渡したんですよ、この間届いたので。そしたらお父さんが「おいいね、名誉会長になるよ」って言ってました。そこの投資特典のメッセージカードは書き終わりました、今日書き終わった。でもまだシール貼ってないからシール貼っちゃおう、カホンにしてください、カホンにしてください。楽しみにしていてね、生誕祭。私も楽しみ。まずは健康で、今コロナ流行ってるから皆さん風邪ひかずにね。こんにちは、こんにちは。メセが書いてる時大体誰か分かってる、分かってるよ。家出たらドアの前にセミがひっくり返って切なくなった、助けてあげなきゃ。新幹線のチケットも買ったよ、ありがとう。そうみんなさ遠くから来てくれているわけじゃないですか、だからせめてちょっとでもね楽しいって思ってくれたら嬉しいし。よし、これでメッセージカード終わり。投資の方はメッセージカードがあります。あ、飲み物あったあった、ありました。あさってからのぞみは全席して、ああそうなの、あら。この間さ長野行った時にめっちゃ新幹線混んでた、1部も2部も3部も3部の飲み会おもろなんかこの間さ長野行ったんですよ、エキテレマルシェっていう番組で行ったんですけど、めっちゃその北信越の新幹線のホーム混んでて、私は全泊したんですけど、うわビンズルってこんなに人気なんだって私感動しちゃった。みんなビンズルを見に行くのかなと思ったの、そしたらどうやら並んでいる新幹線が違くて、みんなあのね長岡花火のために並んでましたホームが超ごった返してて、やばいビンズル超人気と思ったら、みんなこのあの浅間の次の長岡行きの新幹線に並んでて、私はちょっとだよねって思いましたビンズル人気だわとか思ったら長岡花火です。そりゃ負けるわそりゃ負けるし、長野もライバル意識持ってないわ。ビンズルも長岡花火には多分ねライバル意識してない無理どっちも素敵なお祭りだけど、さすがに長岡花火様には勝てない。今ちょうど今ねあのジップじゃなくてヒルナンデス見てるんだけど、諏訪湖の花火大会の特集してる。うん、行きたい、行ったことないんです。あるかな、ちっちゃい頃あるようなないようなって感じ。熱中症にならないか心配だった、大丈夫でした、なんとか。でも暑かった、とってもなんかさ浴衣着付けしていただいたんですけど、浴衣を持ってきてくださったスタッフさん、長野のその着物のね専門店の方が用意してくださったんですけど、その普通さなんかテレビとかだったらやっぱり浴衣ってなるべく色が被らない方がいいわけじゃないですか。で
男性の稲垣アナウンサーって方がと私ご一緒したんですけど、稲垣アナウンサーは浴衣が紺2種類準備されていたんです。でどっちか選んでくださいってなって、私はなんか他の赤とかなのかなと思ったら、私も紺と青で でなぜかその着付けしてくれる人が私に紺をご利用してくるのでも私いつもの私だったら紺を着てたけど、さすがにさアナウンサーと私の方2人で紺色着てるのなんかあんま映えないじゃないですか。だから私はね青、隣の青を選んだんですけど、でなんでこんなねその選択肢がちょっと面白かったっていうのと、でもすごい優しい方で、その浴衣をね着付けしてくれた方が娘が私と同い年って言ってて、でどうやら話をしてったら共通の友達がめっちゃいたんですよ。私は小学校6年生から東京に来ちゃってるけど、やっぱ長野もそんな学校の数が多いわけじゃないから、その娘さんのが通ってた中学と私が小学校一緒だったお友達がいっぱい、同じ学校通ってて中学ね。だからなんとかちゃんは今これしてるよあれしてるよっていう情報を聞けて、なんか私が仲良かった小学校5年生の時に仲良かった友達の名前がいっぱい出てきて、なんとかちゃん、れいなちゃん結婚したよとか言われて、みたいな、みのりちゃん結婚したよ、みたいな普通に名前言っちゃってるんだけど、私もうびっくりして、いやもう衝撃的だったの。私の長野のお友達がほとんど結婚していったことを知って、そのお洋服あの着付けのスタッフの方から なんかなんとも言えない感情になったし、私がみんな結婚早いですねって言ったの。そしたらそのスタッフの方に、いや別に早くはないんじゃないって言われてでもそれでねふと我に返って、あ確かにそっかって思って、今までは友達が結婚したら早いねっていう感じだったけど、今私今年27なわけですよ。27で結婚って別に普通なんですよだからもう私ってそういう年齢なんだって思っちゃいました。早いことにそんなもう結婚早いっていう年齢じゃないんですね。でもすごいね、みのりちゃんとかみのりちゃんみんな知らないんだけど、みのりちゃんとか結婚せてへーってなっちゃった。私はさそのまあ、当時の子供たち、今の子供たちはどうかわからないけど、当時の私が小学校の時って長野のお友達って携帯を持つ文化がなかったんですよ。小学生でクラスで携帯持ってる子なんか本当にいなかったし、東京はいっぱいいたけど、やっぱ長野は当時のね友達はまず携帯も持ってなかったんですよ。だからそのなんだろう、連絡先とか交換してたら今もねその当時仲良かった子たちの近況とか知ることができたかもしれないけど、私はその連絡先を交換せずに、まあ、実家の電話番号とかわかるけど、そういうのを知らずに転校しちゃってそのまま離れ離れだから、みんなのね近況を知ることがほぼなくて、中学とかはみんなね今でも連絡先持ってるからつながってるけど、やっぱ小学校の友達は連絡先知らないから今の近況知らなくて、結婚したって聞いてびっくりした。いや本当に私の友達の第一次結婚ラッシュは去年だったなって思ってるんですよ。去年本当に結婚した友達が多くて、でも
や今年も多いなっていうでも多分もっとねまた30とかになったらもっと増えてくと思うし、でもとりあえず私の第一次結婚ラッシュは26ですね。皆さんいつですか、周りの第一次結婚ラッシュ。もうほんとどんどんみんながなんだろう家庭を築いていてちょ奈々子は予定がなさすぎて、ていうか難しくないですか、大河内美久ちゃんとは学校の同級生です。あの高校のね美久ちゃん今、ね、よく知ってるね、大河内美久ちゃんってあの今舞台の演出とかやってる子ですよね。なんか結婚って難しいなって思うんです思わない無理ゲーすぎる。そんななんか結婚に対するハードルがすごい私高い気がする。いやその高い気がする。ほんとたまたまなんだけど、結構なんだろう、私の両親がなんだろう全く喧嘩しないんですよ。言い争いしてるの見たことないし、そういう相手がいいじゃないですか。やっぱ自分の親を見てるから自分の親みたいな家庭を築いていきたいと思うけど、それって無理じゃないって思っちゃうハードルがちょっと高いかもしれない。おいらの結婚23、早い、すごい、そこで決断できたのがすごい。まあ結婚はでも私占いの人に結婚は私は遅ければ遅いほどいいタイプですって言われて、なんか自由なことをして輝く人だからもう遅ければ遅いほどいいですよって言われました。で31歳かな、一番近い未来で結婚の可能性があるのは31からかなって言われて、長いなって思うけど大河内美久ちゃんとミクチャでも TikTok でも相互フォローです。ああそうなんだ、こんにちは。でも結構ファンの方でご夫婦で応援してくれたりとか、そのご夫婦で現場来てくれてる方とか見ると本当ありがたいなって思って、子供連れてきてくれる人もいるし、俺の子供と結婚してくれって言ってくる人もいるしいろんな方がいらっしゃるんですけど本当いろんな方がいらっしゃるんです、嬉しいです。婚活してくるねっていうファンの人もいるし、赤ちゃん育てるの大変、わかる。とりあえずラスベガス行かない。なんか私今めいっ子がね RS、 ちょっと子供産んだことある人、子供お子さんいらっしゃる人教えて。 RSRU かな、 RS 症候群、違うな、 RS ウイルスみたいなのにかかっちゃって、赤ちゃん子供は絶対かかる風邪みたいなんだけど、 RS RU 曖昧RS ウイルス、そう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 、それにねメイクがかかっちゃって、結構ね、まあ、当たり前だけど子供は風邪ひくじゃないですか。だから本当に育てるの大変だなって。でも私のお母さんって免疫力ありすぎて
子供たちから風邪もらったことほとんどないらしくてっていう、本当うちの母みたいに免疫力化け物な人もいるんですけどでもそうなの、やっぱ私のお姉ちゃんも姪っ子が風邪ひくとお姉ちゃんも風邪ひいちゃうし、それって超大変じゃんって思って、そう RS ウイルスは子供がなんか咳とかしちゃうウイルス、風邪で大人も感染しちゃうことがあるらしくて、あと今ね子供たちの間で手足口病がめっちゃ流行ってるんですってっていう、なんか主婦みたいなこと言っちゃってるんだけど、もう手足口病がほんと大変で、だから幼稚園とかも手足口病の子がなんか出ちゃったら、増えちゃったらね、あの幼稚園お休みしないといけないしみたいなことを言ってて、今大変なんです本当に本当に RS ウイルスが流行ってもないか、でも手足口病はマジ感染したら超大変なので皆さん気をつけてください、本当に大変だから。手足口病はね、その体力的に大変だけど心も病む経験者、本当に高校1年生の時に手足口病になって、私は結構もうその時さ、高校1年生ってもう体大人だから、大人が感染すると結構重症化しちゃって、私はその被害者なんだけど、手足口病はね、その喉痛いとか熱が出るっていうのは正直どのインフルもそうだし、コロナもそうだし、どの病気もあるじゃないですか。手足口病ってさ、そのブツブツができるんですよ体に、ブツブツっていうか点点点点みたいな、でそれがこういうさ、なんかその顔もそうだし、見えるところに点点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 点ってなるんですけど、私の場合なんか太ももの裏とかにもできてて、こんなところにも私ブツブツができてるのって病んでた高校1年生の夏、ちょうどちょうど今頃ですよ、何年前か忘れましたけど気をつけてください。でも最近思うんだけどさ、なんか予防しろって言われてもさ、かかるときはかかるよね、コロナもそうだけど。で私は結構もうその本当に感染したくないからマスクを常にしてるんですけど、外では。でもやっぱ外歩いてるとマスクしてない人多いですよね。いやマスクは絶対しなきゃいけないとかじゃないし、それをなんでしないのとは思わないけど、その人の自由だからいいけど、なんかマスクしてる人はすごく少ないな。まあ暑いから仕方ないけどね。私は、まあ、マスクもね、果たして本当に効くかどうか分かんないけど、私はお気持ち程度にマスクはしてますよ。あとこの間さ、それこそ長野びんずる行った時に思ったのが、新幹線やっぱ子連れが多いんですよ。子供は咳してる私もさ、この間長野行く新幹線でさ、隣後ろの子供が超咳してて、チラッと見たらマスクしてなくて、って私は思ったんだけど子供がねマスクしてないんですよね。でもなんかね、ネットで調べたら、なるべくその新幹線では後ろの席に乗るといいです、その号車の後ろの席に乗るといいですっていうのが書いてあって、それはなんでかっていうと、咳したらウイルスは前に飛んでいくわけじゃないですか、基本的には前に飛びやすいから、後ろの席に座った方がまあ一応感染予防にはなりますって書いてあって、私は帰りの新幹線は後ろに乗りました
長野小町見ることができて嬉しい。長野小町買ってくれた皆さんありがとうございます。すごいね、なんかいろんな方が買ったよって、長野の方じゃない方も買ったよって言ってくれて嬉しかったです。みんな信州に詳しくなっちゃう。電車ではマスクしてます。私もマスクの日焼け大丈夫ですよ。私ね、割とその割とちょっとすいませんね、日焼けあんましないんですって言ってると本当にね、30代になった時に後悔すると思うんですけど、私ね日焼け吸収しにくいんですよね、きっとだからこの間の長野のビンズルももうメイク直しする時間もないぐらいで絶対日焼けしてるんですよ。でその日は確かにちょっとねこの辺赤かったんだけどもう治ってて、そうなの、日焼け多分しにくいタイプ。ただ絶対に30代になってからシミ増えると思う。悲しい。劇場公演マスク必須。そうね、劇場公演久しく行ってないな。最近の NGT 事情知りません。私 TIFF 出てたぐらいみんなが知ってるの。あと文化放送見ましたわ、あのそのツイッターでね。私もマスクは必ずします。結構ねチェックしてるでしょ。あとはあ、今月末にシングルなんだ。あの待って言わないで、タイトル一瞬の奇跡じゃない、え違う、一瞬の奇跡って切ないか、一瞬の奇跡なんだっけ、一瞬の そういうやつですよ。そうでも一瞬系だよね一瞬系のタイトルで、あ花火、長岡花火、一瞬の花火。確かになんかスイスが裏で後ろでなんかこうやってなんか花火一人だけ持ってたよねそうマジあれさ、パッと見さスイスイセンターじゃんスイスイがもう陽気に持ってんのかわいい。でもさ本当になんかやっぱさ今もうどんどんさ人が全体の人数は増えてるけど、私が知ってるメンバーはやっぱ減って、私と一緒に活動していたメンバーは減ってるじゃないですか。だからなんか最近改めて思ったのがさ、その一期生の楽曲に参加できてよかったって思ったの。あの昨日よりも今日よりも明日に参加できてよかったって思って、なんか割とあれ一期生の曲とか、まあ、1期生の曲なんだけど、まあ、1期生らしさがあるというか、あの曲に入れてよかったって最近思う。やっぱ人数が少ないとさ、鬼別で1期生2期生で曲やりますっていうのも多分ねどんどん減ってきちゃうと思うからさ、あの曲に参加できてよかった本当に。トリプルセンターならきっと三尺花火が由来そう。あなるほどね。職場つくんでまたね、いってらっしゃい。昨日よりも今日よりも明日、本当に名曲です。私が一番好きな曲かもしれない。でもいろんな曲聴いてるけど NGT の曲は、
本当いい自分が辞めるタイミングってあってだなって思う。自分の中でのいいタイミングで辞めれたなって思って。そう、まあ、とはいえ多分私いつ辞めてもそう思ってるんでしょうけど。ツアーね。ツアー大変だったな。なんかツアーすごいさ、最初新潟のツアーの後にさ、一気にさみんながコロナになっちゃった時、絶望感があったな私は。ちょうど2年前とか、2年前忘れちゃった。誰かといえば西村奈々子さん、こんにちは、こんにちは。今日はこんなお昼からちょっとね、15時あたりからお予定があるからあれなんですけど、皆さんオリンピック見てますか？私は見てますよ。まあ陸上をメインですけど、三浦龍司くんすごいですね。田中希実さんも無事に準決勝進出できてよかった。マラソンが楽しみですね。スケボーはわからない。レイニャーが出てる。レイニャー出てる。レイニャーいつ出る。レイニャーもうパリにいるの。レイニャーが出るときに私見るわ。あとあれ見てます。私あの意外と甲子園見てます。今日ちょっと見ました。滋賀学園、佐賀かな、滋賀学園かな、わかりませんけど見ましたよ。奈々子さんの影響でたまに駅伝見るようになって見てください。今月末駅伝でなんか取材に行くんですよ。でそこのね取材先がまあ行きにくい学校でね、すごい私はいつか行ってみたいなって思っていた高校なんですけど、電車で行くと4時間ぐらい、車で行くと2時間半ないし3時間弱ぐらいで、どっちも大変なんですよ。電車乗ってバス乗ってで4時間行くか、車でまあ3時間弱で、車で行くってなったらまあスタッフさんが運転してくれるんですけど、ちょっと大変じゃないってスタッフさんが言ってて、皆さんだったらどうしますか？3時間、皆さん運転、皆さんが運転するとして3時間2時間40分ぐらい運転するか、4時間電車とかバスとか乗り継いでいくか。ズームにする。確かにもうそれ言ったらもうそこまでや。3時間なんて近所。本当？車の3時間は短いよ。ってみんなが意外と強いんだけど運転に慣れすぎている。スタッフさんにちょっと車しんどくないって言われました。弘前まで8時間、ちょっと無理。
まあ確かに世羅高校もねいつか行きたいんですよね。運転になるよ本当。じゃあ私はそうそんなね、いやでも私は二人でスタッフさんと二人で行くとき起きてますよ大体。さすがに話し合いってしますよ私は。えマジでみんな電車4時間より車2時間40分なんだ、すごいね。じゃあそうしようかな、私もそれスタッフさんに言ってみよう。でも一番スタッフさんが運転で大変そうだなって思ったのは、あでも長野から、あ東京から新潟行った時はスタッフさん大変そうだなって思っちゃった。まあね、あとさサービスエリアが私は割と好きなんですよ。テンション下がるサービスエリアだったらちょっと嫌だな。テンションが上がるサービスエリアがなんか要所要所にあれば私は車でいいや車ならパーソナルな空間で自分のペースで行けるからね。確かにね、それはそうだ。長野から東京、いやでも私も小さい頃はすごい車で東京、いや東京まだ行ったことないか。そう新潟の人ってすごい運転するよね、私もそう思う。というかなんかファンの人がすごいの。え新潟まで余裕で車で運転しちゃうよみたいな人が結構いるから、サービスエリアで五平餅買う癖をそろそろやめたいです私はココア、しかも私タッチ悪いのがさこういうカップのココアを買うわけよ。で飲み切らずに置きっぱなしにしちゃっていつかこぼすのが私なの。最悪でしょだったらペットボトルの買えよって感じだよね。わかる、私もそう思う。本当に良くないのは分かってますよ。でもやっぱね新潟の人はすごい運転する。長野もそうだけどね、私はねココア買って無駄にさココア買っちゃうんだよね。良くない、美味しいんですよ本当に。最近さなんかちょっと高いけど美味しい、やっぱカップとかもちょっとコスパ悪いわけですよ。でも最近はちょっと高くてもちょっといいものを食べるってこと、なんかそういう大人みたいなことにハマってて、この間喫茶店でなんかケーキ800円、飲み物800円とかして、私めっちゃ払ってんなとか思いながらこの間は喫茶店でティラミスを食べました。こんなちっちゃいティラミスが800円もしたの、私びっくりして、いやいや400円の間違いじゃなくてって思ったんだけど、それを買って飲み物もね超高かった最近はそういうちょびっと大人びたことをしてますよ。上越から新潟の劇場まで片道で130キロ、あ遠い。自分のために使ってるお金ならそう良い。そう800円もしたのね。私もティラミス大好きで、そう最近ね気づいた、私ティラミスめっちゃ好きだなって気づいて、
そうなのよ。だから最近はね、いろんなティラミスを探したりとかしてるんですけど、やっぱどこも高いです。だからさ、インスタとかですごいさ、美味しい食べ物をたくさん食べてる子たちって出費すごいんだろうなって思いながら、私は家でご飯食べてます。ちなみにこのお水は36円ってお母さんが言ってた。お母さんが家の近くのスーパー、家の近くじゃない、結構離れた、ここから2駅、3駅ぐらい離れた、2駅かな離れたスーパーでいつもね、30円台の水を買ってきてくれるの。めっちゃ安いでしょ。安い時に買ってくれるんです。バーガーキングの価格がえぐい。いやー、バーガーキングでも食べたい。この間ハンバーガー食べたな。フレッシュネスで行ったんだ。今一番食べたいのは、最近ティラミスブームなんで、ティラミスが食べたいです。って言ったらあれかな、生誕祭の時にティラミスのケーキ出てこないかな。最悪、最悪なタレント。生誕祭近くになって、私ティラミスが好きですって言って、生誕祭でティラミス出てくるのを待ってる女。どうしよう、あのエマスも誕生日じゃん。エマスってさ、1日2リットル牛乳飲むんだって。あ、1リットルだっけ、忘れたけど。だからなんかいい牛乳買ってあげよっかなって今思ってて。生誕祭お邪魔するよね。ありがとう、嬉しい。みんな来て。ガソリン代の方が高くつきそう。確かに確かに。今日からスタバでパイナップルのフラペチーノ発売だって。私ね、私ね、なんかフルーツ系のフラペチーノ興味ないの。バナナはかろうじて飲んだけど、酸味の効いたフルーツあんま好きじゃなくて。皆さん、私の代わりにパイナップルフラペチーノ飲んできてください。カルカルのフードでティラミス売って、売りたい。でも あれだよ、私の生誕祭机ないよ。椅子をぎっちり並べるタイプだから食べれない、みんな。確か、ティラミス食べたい。ティラミス食べたい。アクスタみんな買ってね、買ってね。こんにちは、ティラミス食べたい。確かだってさ、去年の生誕祭もそうだよね。机なかったよね。私机置いてないと思います、おそらく。で、置いてあったらごめんなさい。すみません。コーヒー好きですか？好きじゃありません。でも今最近は長野行ったら平野コーヒーっていうね、あのコーヒー屋さんがあって、お母さんにいつも買ってきてって言われてるから平野コーヒーは行きます。私は飲みません。私あんまりね、飲めないんだよね、コーヒー。そう、とうとう遮断機が来たんです。遮断機のアクスタ、ぜひ皆さん購入してください。次の青では何のキャラクターをやるか分かりませんけれど、ブルーは、まあ、まだ稽古も何も始まってないし、台本も知らないんですけど、あの多分兄さんは今キララで精一杯なんですよ。そう、兄さんは今ね、キララの稽古がね始まってるから忙しいの。だから
そんなね、カルコメのことなんてね、考えてもないと思う。そういう、ちょうどね、今週からね、キララの、おとといか、キララの稽古が始まったらしくて。でもよくさ、なんか、どうやってセリフを覚えたらいいですかって質問をされるの。ゆめちゃんからもこの間されたし、なんか萌香からも LINE 来るんだけど、わかんなくて、ただ反復してやる以外なくて。そう、なんかさ、どうやって台本覚えるんですかって聞かれたら困っちゃう。困っちゃうよ。だから最近また萌香から闇 LINE が来たわ昨日かな、萌香から。いつも萌香ね、奈々ちゃん聞いてほしいことがあるのから LINE が入るの病んでるでしょ。奈々ちゃん聞いてほしいことがあるので、返信来なくて、私がえどうしたのって聞いたら、その後になんとかでなんとかで、私はなんどうしたらいいんだろうっていうのが来て、返信して、そうだよね、うん、頑張らないじゃんね、でもこういうこともって、これでこれでこうなのって、うん、大丈夫だよって言って、うん、ありがとう、やっぱ頑張んないと、奈々ちゃんも無理しないでね、でも私こういうことがあって、これこれでこれがあって、ああどうしようって思いかから、うん、私はどうしたらいいんだろうっていう LINE が月2ぐらいでリアルな頻度、月2ぐらいで萌香から闇 LINE が来ます。だから変わってないな萌香、相変わらず病んでるなって思って安心しました相変わらずずっと悩んでる萌香が可愛くて、変わらないの。はっ、いや、ハッピーなんだけど、どこかハッピーじゃないところがあるんですよね彼女は。ゆめちゃんだいぶ焦ってる。いや、焦ってほしい、ゆめちゃんゆめちゃん焦って、ななこさんティラミス食べ行きましょうじゃないのよ、焦って。ゆめちゃんでも多分焦ってると思う、本人も大丈夫かな、ゆめちゃん。ただまあ、そのとにかくできなくてもいいから台本は覚えなって言ったそうそう、覚えることって誰でもできる、基本的にやればできるわけじゃないですか。だからお芝居できなくても台本覚えてたら練習してるっていうのはわかるから。そうそう、できなくてセリフを覚えてないだと、え、何してるのってなっちゃうから、とりあえず台本だけ覚えてやってますかも絶対出した方がいいって思って、そうだから台本はとりあえず覚えてって言った。ゆめちゃん本当の大丈夫だと思うけど難しいよね。ゆめちゃん焦って、本当に焦って台本覚えてほしい、そしたら大丈夫。台本覚えればなんとかなるから、そう、今っていう考えは良くないんだけど、もう台本だけだってさ、お客さん、ファンの方がお芝居を見に行って、どう考えても自分の推しがセリフ飛んでるとこ見たくないじゃないですか自分の推しが噛んじゃったとか、なんだろう、ちょっとこけそうになったとかならまだいいけど、どう考えても自分の推しがセリフ出てきてないってファンの方もあちゃーってなっちゃうから、そうそう、もうとりあえず、とりあえず台本を覚えたらいいんです。ゆめちゃんが台本、日曜日台本持っていったらごめんなさい、いや持ってきてほしい本当に。確かに私ね、セリフがハッて飛んだことは
詰まっちゃったことないかも。一回だけ家族の話でパッと飛んだことがあって、でも違うセリフで補ったことはあったんだけどだからそんなバレてないんだけど、確かに飛んだことはないかも。そう、セリフをさ噛むのはさもう生ものだから仕方ないって思うけど、出てこない、そう見ててハラハラするじゃん。そうなんだよね。推しがセリフ飛んでるって結構ファンの方もショックを受けちゃうから、そうセリフだけでも入ったらいいのよ、その最悪ね。ダンスレッスンとかでもさ、ダンス苦手な子がさ、とりあえず振りを覚えてたらなんとかなるじゃん振り覚えてたら、振り覚えてないのに、苦手な人がセリフ、あ、振り覚えてないと、え、何してんのってなっちゃうじゃん。A チームに推しメンがいるの、 B にも推しメンいるでしょB にもいるでしょね私がいるじゃないの。でも言うてね、カルコメも緊張しますよ、毎回ちょっとだけ緊張しますよ。でもまあ難しいね。でも初舞台がキララってすごいいいと思う。初舞台がカルコメより、初舞台カルコメって稽古日数少なすぎてプレッシャーだけど、キララだといっぱい稽古日数あるっぽいし、まあでもそのゆめちゃんの稽古状況がどんな感じなのかを生誕祭で聞こうと思っているので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思います。なんかすごいゆめちゃんは会ってるけど、ちかなに会うのが久しぶりだわ。ハリマカナにも会うにも会うのも久しぶりだし、みんな本当ハリマは里春の生誕祭以来なので、なかなかいいメンバーが揃っていると思うので、もうさ、まだ今年の生誕も終わってないのにこんなこと言うのもあれだけど、来年の生誕祭はどうなるんだろうって思ってんの来年の生誕祭誰呼べるんだろうって、本当にそろそろ庄司芽衣来てほしいんだけど、なんせ庄司芽衣忙しくてなんせ庄司芽衣さんなんか夏フェスあると忙しくて、どうしても本当は今回のメンズも庄司芽衣さん入り予定だったんだけど、なかなかちょっとスケジュールの都合が合わなくて、来年はどうなってるんでしょうか。毎年西村軍団でイエーイ、もうやだよ。だってアンチカさんとかゆめちゃんに、ね、ちょっと今年は別のキャストでお願いしますとか言われたらやだもん。ちょっと奈々子さんもういいじゃないですか、私たちじゃなくていいじゃないですかって言われそうでじゃあ私はそろそろちょっと家を出なきゃというか準備しなきゃいけないので、ミヤネ屋が始まったところですし、そろそろ終わりにしたいと思います。13U75 さんありがとうございます。12セレナさんありがとうございます。11夢見るマスルさんありがとうございます。10位チキチキさんありがとうございます。9位つとまっとぴよさんありがとうございます。
8位秋広さんありがとうございます。7位サイさんありがとうございます。6位タムヒロさんありがとうございます。5位 D 山さんありがとうございます。4位クニさんありがとうございます。3位コウセイさんありがとうございます。2位セッテンガーさんありがとうございます。1位 JT さんありがとうございます。じゃあ皆さん配信ありがとうございました。生誕祭もしまだ申し込んでないよって方がいらっしゃいましたらお待ちしております。では皆さんありがとうございました。バイバーイ。